こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはファイティングミサイル。綺麗なスタートを切りました。バレた前に行きそうです。サンシャインチャイム、それに続いています。さらにはファイティングミサイル、6番スペシャルジェーン、その後ろ。先頭に戻りましょう。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。それでは先頭から先手を取ったのはバレタ、その外にファイティングミサイル、その隣にビクトリーポリマ、内からはチェリー K ポイント、青の帽子スペシャルジェーン、その後ろ待機ブリザード、いい位置です。並んで7番アメリカンピス、ランブリングダスト、この馬もこのグループ、グロリーサマー、そのうちに続いています。その外にメイプルアクトレス、ピンクの帽子トゥーアルタザノ、その後ろ。ここでサンシャインチャイム先頭に変わりました。バレタほとんど差がありません。ファイティングミサイル3番手、大外から緑の帽子待機ブリザード、伸びてきた。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭は待機ブリザード、待機ブリザード先頭、リードを広げにかかります。あと 200m、 待機ブリザード先頭だ。後続を大きく引き離しました。後続の足はどうか。待機ブリザード独走、待機ブリザードぶっちぎりです。待機ブリザード1着、2着はファイティングミサイル。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。待機ブリザード、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのアケダクト競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ランニングサイレンス、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。ケイプスティンガー前に行きそうです。インディアンウィン、それに続いています。さらにはワイルドゾーン、14番ダッシュレーブ、その後ろラスティリー、どうやら後ろからになりそうです。前に戻りましょう。先手を取ったのはランニングサイレンス。並んで7番ワイルドゾーン、その外からケイプスティンガー、その隣にインディアンウィン、その横にダッシュレーブ、内からはミルアイドル、その隣にオッドデュール、その外にキャプテンシュペール。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はランニングサイレンス、ここで先頭が入れ替わりました。ワイルドゾーン、ランニングサイレンス2番手に控えました。ポッドデュール、3番手ライブリマウント、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はライブリマウント、残り 100m、 束を一気に打ち切ります。2番手はエルムハースト、ライブリマウント今ゴールイン、段違いの強さです。ライブリマウント1着、2着はエルムハースト、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ライブリマウント、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
阪神競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは東進イーグル、アロハタイクーン。この馬も好スタートを切りました。マーブルファンシー前に行きそうです。アドマイヤ菩薩それに続いています。さらには桜ハイスピード、3番アナセール、その後ろモリユープリンス後方から。それでは先頭から先手を取ったのはマーブルファンシー、その外に東進イーグル、その隣にアナセール、その外に桜ハイスピード、その外からアロハタイクーン。この辺りで各馬第2コーナーのカーブから向こう上面に入ります。一番人気のカワチソレイユ現在後方から。それでは先頭から先手を取ったのはマーブルファンシー、東進イーグル、それに続きます。その外に桜ハイスピード。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として2番マーブルファンシー、2番手は東進イーグル、アロハタイクーン、3番手カワチソレイユ。これはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はマーブルファンシー、アロハタイクーン続いています。その外からは桜ハイスピード。4コーナーをカーブして、さあこれからです。マーブルファンシー先頭、差はほとんどありません。2番手は桜ハイスピード、あと 200m、 先頭は桜ハイスピード、先頭は桜ハイスピード。平成シルバー迫る、モリユープリンス、モリユープリンス、モリユープリンス。1着、2着にはどうやら桜ハイスピード、モリユープリンス。やりました。地方の意地が中央馬をねじ伏せました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立った、トーショバレー、あと 200m、 先頭はアイシーカップ、アイシーカップ、先頭当選ウェルズ迫る、アイシーカップ先頭だ。先頭はアイシーカップ、1着でゴールイン、アイシーカップ1着、2着にはどうやら当選ウェルズ、勝ったのはアイシーカップ、当選ウェルズ2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。先週の桜花賞に続き、今週はボバのクラシック第1弾皐月賞。最も速い馬が勝つと言われるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。さあ最後は大外枠の成田エームゲートに入って、体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはミルフォードプレス、成田エーム。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくミルフォードプレス行きました。続いて前へ行くのは成田エーム、さらにはアインポジティブ、1番前のトップガン、その後ろタヤス強し、どうやら後方からの競馬。では前の方から見てみましょう。前のトップガン先手を取りました。その外からジェニュイン、内からはアインポジティブ、黒の帽子大鳥ストーリー、その後ろすぐ後ろにイエローキャップ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気の前のトップガン現在先頭を進んでいます。ジェニュイン前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはジェニュイン、赤の帽子アインポジティブ、その後ろ前のトップガン好位をキープ。
1000メートルを通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。ジェニュイン先手を取りました。並んで5番アインポジティブ、先頭は依然としてジェニュイン。ここで先頭が入れ替わりました。成田キングオージェニュイン2番手に控えました。3番手に前のトップガン、絶好の手応え、前のトップガンいい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭は前のトップガン、残り 200m、 先頭はジェニー、前のトップガン必死に追いすがります。前のトップガン追いすがります。ジェニー先頭だ。先頭はジェニー、1着でゴール。ジェニー1着、2着にはどうやら前のトップガン、見事に勝ちました。ジェニー前のトップガン2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。